佐々木幸太は日本のレーシングドライバー。三重県出身。父はかつてマムシの異名を誇った往年の名ドライバー佐々木修六。四輪レースデビューは1995年の鈴鹿 FJ1600 シリーズである。1998年は鈴鹿とミネの両シリーズで F4 のシリーズチャンピオンを獲得する。その後1999年には フォーミュラドリームに参戦し、2000年にはスポットながら F3 にも挑戦している。2000年から全日本 GT 選手権に参戦を開始。2002年には、ネッツカップワルテッツァシリーズにも挑戦し、シリーズチャンピオンを獲得した。このネッツカップのスカラシップで、翌2003年には、スーパー耐久シリーズグループ N クラスに挑戦した。この時、黒沢道場こと、 黒沢拓也の指導の下で、ドライビングテクニックを磨いた佐々木は、見事シリーズチャンピオンを獲得し、その後のレーシングキャリアの礎を築いている。2005年は、スーパー GT GT300 クラスのレックレス MRS で、GT300 の優勝を受け追い人こと、山野哲也と組んで参戦し、第7戦、オートポリスで初優勝を飾るとともに、 シリーズチャンピオンのタイトルも獲得している。さらに、スーパータイシリーズでは、ST5 クラスにネストウィズ・アッペルミアビ・ユアハートで参戦し、こちらもシリーズチャンピオンに輝いている。2006年は、スーパー GT-GT300 クラスではモラに移籍し、バンバ・タクと共に、吉祥宝山、ディレザ・ゼットをドライブしている。また、スーパータイでは、s t 一クラスで戦っている。 2007年には、以前 GT で在籍していたレックレスの推薦もあって、全日本選手権フォーミュラ日本にチームレックレスセルモから参戦し、ステップアップを果たしたが、スポンサーである株式会社レックレスからセルモへのスポンサーフィーの支払いが滞ったことにより、セルモは2台での参戦体制を継続することが困難となり、第5戦をもってシリーズからの撤退を余儀なくされている。 しかし、その後もレックレースは佐々木へのサポートを継続している。ありがとうございます。